皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月27日、12時3分、カカオ様の動画の件に関して、僕はだいぶ叱ってます、大きな声で、画面に向かってコンピューターさん伝えてくださいっていうことで、それによってね、カカオ様はまだ真面目になるっていうつもりが全然なくて、黒い服着てる人間と握手する、外交だから無理とか笑いながら言う。腹立つ。エロ業界の始まり。昔は、カコちゃんに向けてのメッセージ。カコちゃんでいい。本人がいいって言ってるんだから、良いって。あのね、君が将来を誓い合って僕にキスしたんでしょ？僕からキスなんかしようとしてませんでしたよ。その誠意を僕は信じるって言ったんですよ。そう、その時のことも忘れる時もあるかもしれない。あんな人数大量に来られたら。じゃあ、自分の言ったことぐらい守ろう。君が結婚したかったのか、エロ業界側の人間だったのか、どちらなの？君の短いスカート履いてるところの映像、SNS で公開してるの知ってる。海外で何してたの？イギリスもエロ業界が多い。エロ業界を開いたのは政府上層部の人間や。警察官の方たちもこの動画を聞いただけで精神病院に入院させようとしないでください。で、誰かから淡江さんの動画でこんなこと言ってるって聞いた人は、まず淡井さんが何って言ってるか自分で確認してください。世界中の政府上層部の人たちへ。そういう風な方法で自分たちで招待状を出して日本へ台風直撃させるっていう方法を使わないでください。台風が発生する予想、大分から出てるんですよ。公務が発表されたのは22日からインターネット上。だけども、そのもっと前から台風の微弱な、台風っていうのは風速ある一定の、例えば、正式な数字はちょっと忘れましたけども、20メートルぐらいだったかな。まあ微弱なものは基本的に台風としては認められてなくて、まあその台風として判定される前の、その風速についてもう進路が出てるんですよ。で、その水面下で相手が招待状を出すとかギリシャがそういうことを言い始めたから、しなくていいこと。違う。僕の YouTube ちゃんと見て言っ、大使館がいるんだから大使館の人間を伝えたらいい。淡井さんが言ってますって。エネルギーの残像量なこれ無理だって。老人に決める権限ないの。で、カコ様が、カコちゃんが握手してた相手は、老人男性なの。1956年売春防止法が出来上がったの。俺は売春なんかしてない！脅されて連れて行かれたんや、キャバクラとかに。そこにちゃんと警察官4人突入しと！善意ある人間の気持ちを踏みちぎるような行為をしたらダメだって。世界中の皆さん、こんな日本の校則で本当に申し訳ございませんでした。第二次世界大戦も日本がアメリカに先制攻撃を仕掛けました。アメリカの皆さん、本当に申し訳ございませんでした。ただし、その控えに、私が涙ながらに訴えている内容も、聞いてください。本当に日本人、ね、日本語を嘘なしで訳す人に、それは自分の信じれる人に、頼みましょう。話かいつまんで、あいつはこんなこと言ってるって、精神病院に連れて行ってしまえ。
これで隠蔽できる。俺たちは法廷に裁判にかけられないっていう連中の方が多いんです。どこの国も。本当に悪いことしたくない人間はテレビなんて出ないんです。音楽業界の人たちとかは別ですよ。ずっとあの綺麗な歌詞を書いてくれていた、その途中から淡井圭介がもう二十歳ぐらいの頃からもういろんな人間からもうボロカス言われて、もう暴力も振るわれてます。急に知らんやつに仕事場に乗り込んでこられて、水落ち殴られて、もうその場でもう立てなくなって、もう俺らのことを言うなんだとかなんだとか、どうせエロ業界側の人間か最悪議員の息子とかで、精神病院に僕がその隠蔽されるような形でね、もう加護ちゃんが僕を怒らせるようなことしてるから絶対僕怒るわけじゃないですか。自分から言わないでしょ。私に言わせるんですよ。けど結婚希望相手は加護様なんです。そこで結婚しなかったら、誠意誠実とか約束っていうものの概念が全てなくなってしまって、社会なんか統治なんかもできなくなるんです。だって加古ちゃんの方から言ってきたことなんだもん。僕はそれを信じたんです。社会の一番下の末端の人間として。で、あの子は負けって言って淡井圭介の顔を取ってすぐ歩いてにその場から立ち去ろうとするんです。この家の横を通り過ぎてる人間は、一人で歩いた時にね、自分から声をかけれなかった人間、一人でですよ、複数でいるのはなしですよ、顔を取って逃げようんです。だから来たがるんです。そのお金の元は税金、そういうケースいっぱいあった。それで僕に怒るなって言ってた警察官の人たち、自分の方が正常か正常じゃないか、自分で自分のことを判定まずしましょう。警察官で僕に、淡井圭介さん本当に申し訳ございませんでしたって言いに来てくれた二人組の警察官の方は、一回会ったことは思い出せました。だけどもそれ書類化してくれなかったら、僕もその人たちのことを覚えていられないんです。残念ながら。こんなにたくさんいろんな件、自分一人で、元一人の人間で対処できないことをしてますから。見たらわかります。去年も。かほちゃんが言っちゃダメなのに、結婚問題いっぱいあったから。結婚詐欺しなかったら、しかも集団でテレビ局の人間と組んで、さらに頭の中とか力の搾取をして、スポーツの観覧してるでしょ。スポーツ業界のお金の回り方は淡井圭介を犠牲にして買ってたんだから、お金稼ぎしてたんだから、もうそこまで昔も一回判明したんですよ。だから平成の天皇陛下は、君からの指示がある時だけ海外に訪問に行くって、成人様もそれを伝承するって言ってくれてます。だから愛子様も海外留学はやめてくれました。インターネット上はそうなってます。もしそこで海外留学していたら、そういうことだったんです。見た人が伝えてください。それは正しい証拠付きです。犯人を隠蔽するために個人情報保護法っていうものが2003年に作られました。それからです。私は精神病院に入院させられるようになったのは。二十歳ぐらいの頃も一日だけ入院はあったんですよ。すぐに出してもらいました。それはもう勉強してもらうためみたいな形で、僕は利用される形ですね。政府上層部の人たちでね。先にもう国連で国際司法裁判所で判決出しておくからっていうことで、淡井圭介さんも怒ったぐらいで入院させたらダメよって。彼だっていろんな人間に暴力振るわれてるから、そこで反撃しなかったら正当防衛もできなくなるって。人生で一回だけ
20歳超えてから人殴ったことあります？それはもう多数の人間で、夜中明け方起こしに来られていて、変わるがある。多分エロ業界の人間だと思いますよ。あと議員の息子とか、そいつらレイプしてるやついます。もうこれも正直に言わなかったら、皆さんよくわからないでしょうから、松原という男が精神病院で7年以上入院させられていました。同じ棟に入れられたんですよ。で、その男の父親は議員で、その後テレビ局の報道のアナウンサーしてます。まあ、その男は、そのお父さん、議員をしてたお父さんは、その母親と離婚してるんですが、まあ、どちらがどういう人間だったかわからないですよ。もうこれはしっかり調査しなかったら、情報を少し間違えると、どちらが被害者やどちらが加害者かわからなくなるから。だから結婚、もう政治の世界は本当に鬱陶しいんですよ。利益関与を動かしてるお金が巨大すぎるから。大企業もそう。結婚してから相手がエロ業界側の人間だったっていうことが後から判明した例って結構あるんですよ。男性にしても女性にしても。それ本当にしっかり調査しなかったら警察官も簡単に動いちゃダメ。なんでそんなに怒ってるのって、俺はもうこの本当の社会のことある程度知ってるからっていう人じゃないと警察なんか勤めちゃダメ。警察官学校を出たぐらいで警察官無理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 違うよ。いろんなところで働いてみて、で、自分が賃金の不払い経験して、誰が捕まらなきゃならないかは、だんだんわかるから、政府っていうところがどういうところだったかっていうことが。ただ、ああいうふうにたくさんみんな集まってるけども、自民党とかね、千人規模とか地方議員合わせて、相手がどんな人間かわかるわけがないんです。立候補者が。なんか一部裁判所として僕の家に届いている映像では、その、議員さんのその間でね、自分の党から、こいつ、本当はこんなやつだったわ、どうしようって、もう向こうからもう訴状出してこられてるって。もう、そいつに向かって、それはもうめちゃくちゃ怒ってますよ。なんでお前自分から先に言わんかってんって。お前どういうつもりやってんって。それで本当に世界めちゃくちゃなってるんだよって。テレビ局っていう組織はもともともう何かよっぽど悪いことをした人間とか、もともとエロ業界側の人間が多数排出されているところで、だからもうほとんど番組止めてるんですよ、今。私からの世界への SOS です。そのルールは法律です。していいことと世の中、していいことと悪いことの区別が、まず、情報をしっかり得ることなんですよ。僕の人生のその情報量の長さ、多さに負けてしまいそうになる人たち、投げ出してしまう人たちは警察官に向かないんです。それなかったら、無理なんです。だから、途中で僕は言ってることを遮る人は警察官として向いてないんです。マスクしてる人、もう何かしてしまった方の人、義務教育でもうみんなは習ってるんですよ。給食当番の人以外はマスクしないでいい。起きましょうって。マスクしている人の言ってることを真に受けちゃダメですよって。その人が警察官であってもって。無視していいですって。多分、判例であるんだと思います。自分のことを隠している人間は、自分の身を守るために仲間をかばったりだとか、それもお金、周りがどうしてもあるんです。三振と以内の請求とかあるから。だから自分の人生のことで守り、自分を守ることを考えてしまうから、まあある種僕は今矛盾してることを言ってるのは自分でも分かってますよ。ただ僕の場合は本当に暴力的な被害も含めて、もうとんでもない目に遭ってるんですよ。両を殴られて、割られて、しかも複数で集団的に計画立てられて、朝の昼間から、ノーヘルの、暴走族、
が僕の横通り過ぎて、もうここの自宅のすぐ前ですよ。田尾寺駅の方から歩いてくるこの区間で。だからもうすぐこの近辺に潜んでたんでしょうね。で、その後、夜の21時過ぎぐらいに、もう一度、もうここの前まで、もうものすごい、もう直感のマフラーなしだと思いますね。アクセルで音鳴らされて。だから西尾ゆかりとかもともと僕に結婚話しに来てるんですよ、フルーツラバー君に。で、僕は、千葉県のその彼女の家に行ったことないんです。もう僕の女性じゃないですよ。だけども、その、ものの言い方として彼女と言うしかないですよ。じゃあ、もうちょっと言い方はですが、あの女って言いましょうか？それで怒る人は怒るんでしょ？どうせあの女も、